ダイビングクイズは、1964年4月8日から1974年3月31日まで、ネットテレビ系列局で放送された毎日、放送制作のクイズ番組である。回答者席が滑り台である。その滑り台に捕まり、さらに回答者は軍手をはめて、クイズに答える。ことや、お手つきすると、滑り台の角度が上がっていき、耐えきれずに落下すると失格。 落下地点は無数の風船プールだった。知識だけではなく、体力も必要なクイズ番組であった。関東地区での放送時間は次の通り。番組開始当初の水曜昼枠は、1963年6月から9月まで、対象テレビ寄せが放送されていた枠で、対象テレビ寄せ打ち切り事件によって空いた枠を、MBS が獲得し、全国ネットワークとしたのが始まりである。 その後、オネットが、アフタヌーンショーを立ち上げる際、日曜日午後に移動して終了まで維持された。番組スタートからしばらくは、全番組、グロリアホームクイズ歌って当ててハイ難点に引き続き、魔法瓶等のメーカーグロリア魔法瓶製作所の単独提供であった。この時は、グロリアホームゲームという冠無理タイトルがついていたが、後に熱するピアスの二者提供となり、末期には、 複数者提供に移行した個人戦方式の一回勝負。勝ち抜き制、ただしルールは個人戦のルールを引き継いだ。増放勝ち残り者と挑戦者が対戦する。勝ち抜き制。2万円、4万円、6万円、8万円、10万円、20万円、30万円。正解の時の賞金は廃止された。ここではクイズ、ゲーム等に分けて紹介する。ありがとうございます。